一度も使ったことない選手使ってガチ対決ということで、おめでとうございます。何？リベンジャーズ一回も使われなかった。おい！いや、一応ね、本当に最後の最後でさ、5分ぐらいだけ出てたわけよ。どういう出たに入るのかよ。どういう経緯で出たんだっけか。いや、あれは、いや、もったいないから出た方がいいですよ、みたいな感じで言われてて、で、最後の最後に、本当にギリギリ行ってくださいみたいな感じで。先輩、無理やりで自分から手挙げて入ったって。あ、そう。だから、その前に、スタッフの人みたいな人が、いや、もう、本当に最後の最後なんで行った方がいいですよ、みたいな感じで、アップもしましたし、みたいなこと言われて、最初から、入念にアップした。え、じゃあ、俺がどうやって入った方がいいですかって言ったら、もう、自分で声かけて行ってください、みたいな感じで言われて。それ一番辛いね。すいませんっつって声かけて、一番奥にいるリュウ君と変わることになる。これね、伝説のこれ、ね、伝説のこれ。あれ腹立ったね。おいリベンジャーズは龍之介に変えて樹海が入ります。マジであれさ、タカさんの顔。いや、タカさん以前にウィナーズメンバーみんな変な目で見た。あ、まあ全員変な目で見たけど、先輩のバックがこうウィナーズベンチだったんだよね。あれすごかったよ、ね、ということで、e フットボールというやつですね、選手によって使った試合数っていうのが、うん、まあ見えるようになっております。そうだね。それを0試合はいはいはいに関して、0試合の選手だけを今回使って試合やろうという企画なんですよ。で、一応フレンド対戦とかでは使うこともあるんですけど、 それはまあ、イーフト内では1試合に加算されないので、まあ、なんか一応見たことある選手というか、あの一応もしかしたら、この使ってる選手もね、そう、あとは、たまにこう、かぶりの選手で、俺ら入れ替えた選手とか、新しい選手残してっていう、まあ、それも一応、0だったら0で使えるということで、まず0試合、うん、出場数が0試合の選手だけで使って、今、お互い組んでおりますので、まあ、なので、まずは、はい、そちらのスカットからご紹介したいと思います。いきましょう。スカットの方を紹介したいと思います。いきましょう。フォーメーション4231、ロングカウンター、ゴールキーパーオナナ、フォーマット左からリュカ・エルナンデス、ウパメカノ、ビゼ、ハキム、ダブルボランチ、ギュン・ドーアン、そしてロドリ、左サイドハーフムバッペ、右サイドハーフデパウル、トップ下ギュレル、センターフォワードレバンドフスキー、そしてベンチメンバーですね、リース・ジェームス、ジョナサン・デイビッド、クリステンセン、トニック・ロース、トーマス・パーティー、クバラツヘリア、オナナ、ルイスディアス、ホロリゴ、ミルズ、ラウタロ・マルティネス、以上です。なるほど。いや、やっぱいつも使ってるメンツと全然違うな。ただジョナサン・デイビッドはもう完全に被って多分ああそういうことか。てんだよね、過去の、うん、ジョナサン・デイビッド、うんうん、確かね、そうだね、入れ替えてからは使ってないパターンある。そう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 。私のスカットこちらでやらせていただきたいと思います。フォーメーション4213のショートカウンターということで、まずゴールキーパーエピックチェフ、まあシュマイケルがいるからさ、シュマイケルいるからな。そうだから、フレンド対戦以外ではまだ一回も使ってない状態でして、うん、でフォーバック左から、ヌーノメンデス、シュロッターベック、ネウエンペレスで、右サイドバックにコンラートライマン。懐かしい、俺これ使ってなかったんだと思ってね。ライマンはさ、この辺結構違うやつも来たね。前この前に来てるんだ。だからそっちを使ってたんだ、ライマーは。ミッドフィルダーが3枚。トーマスパーティー。うちもトーマスパーティー使ってたから、違うトーマスパーティーだもん。てか、契約切れでここに入ってきてんのってさ、本当に自動配置とかでも一回も選ばれてこなかったってことだもんね。うん。そう考えるとすげえな、パーティー。センターミッド、チャルハノール。で、トップ下。いや、使ってなかったのかと。え？攻撃的な方のスティーブン・ジェラードっていうか。そうか。二人いんのか。そう。守備特化の方は、もういつも使ったんですけど、こっち、フレンド対戦でしか使ってなかったみたいで。はいはいはい、なんで、ジェラードも入ってきました。うん、そして、スリートップ。左、クバラツヘリア。右ウィング。POTS だよね。そう。で、サラー。坊主サラーですね。最近のやつか。最近のやつ。これも最近なんですけど、センターフォワード、レアネ・ムバッペということで。あこちらで。あとサブですね、ジョン・ストーンズ、うん、アルフォンソ・デイビス、ブスケツと、バンデルソン、ジャック・ウィルシャー、これデイリーボーナスのやつですね。でチャナティップ、ジェームス・マディソン、マテウス・クーニャで、クーニャは多分俺前は使ってたんだけど、新しいの来てからあ復刻で確か変えたんだっけかな。復刻系結構あんだよね。であと、ブルーノ・フェルナンデス、そしてメンフィス・デパイ、バルト・ベンホースト、一回も使ってなくてですね、はいはい、入れてきました。バレット・エットね。で最後ラマ・シーバ、あーこれでいかせていただきたいと思います。強えな、結構強いよ。だから俺エピックがね、だから俺エピックチェフ・ジェラード 5か、まあ、まあ、これはエピックじゃないけどショータイムだけど、まあその課金系って言われる方の選手は5いますね。いるなこれ強いぞということで、はい、こちら一度も使ってないというそうだ、ね、眠られた選手たちを、でもまあここで活躍してくれれば、まあオンラインにもちょっと使ってみようかなって感じになるので、ね、ということで対戦の方したいと思います。いきましょう。
だいぶうちエピック入ってるからさ、あの関係ないから慣れてないでしょ。慣れてない、1試合も出てないってことは。だからあのフレンドマッチ本当 A さんと対決した時に、はいはいはい、ちょっと使っただけっていう選手たち、むしろ抜けたがってんじゃんみんな、でホイスしてほしいっていう顔してるもんみんな。だって見てチャルハノールとかさめちゃくちゃ喜んでんじゃん、なんか笑顔振りまいてるし、これが最後だなっていう喜びを。これムバッペはどういう顔？ムバッペはの苦笑いよ。やばいやつだって、セルフレージ分かんなくなって、要はもうあのピッピッするのが分かんなくなって、もうやり方分かんなくて、そのままやってる途中に、うん、いいやつって、やばい、捕まりました。捕まったんだ。捕まった一応。うん、それ俺なんだよね。そう、でも仮出所。でもさっきやってたから、多分もうダメだと思う。ダメだね。じゃあもう本当に今のうちに取っとくしかねえよ、取りダメ。ダメだと思う。ダメだね。じゃあもう本当に今のうちに取っとくしかねえよ、取りダメ。12、3本ぐらい取ったからね、もっと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 、かい100は欲しいな、100、うん、大丈夫、なんかその なんだろう、流行とかさ全然追えなくなっちゃうけど、100いく、100いこう、一旦ね、ふいかおー、今のいらねえフェイント、てかダブルタッチやろうとしたしょ今、ふいかそしたらエラシコンだったあれちょっとした角度の違いなのかな、多分角度っぽいよな、これはダブルタッチだもんね、うん、てか特殊なんだ、あ、そう、クワラツイエリア、確か特殊だったわ、ヘリアクワラツヘリアなんだよね、うん、なんか前も変わりすぎない、クワラツエリアだった気がしたのに、名前めっちゃ変わってんな、エベレチエイズとかね、うん、でこれ初めて使います、ギュレル、おー、そのギュレルはトレンド？ハイライト？ハイライトだね、ハイライトか、うん、てかこのチャルハノール強いんだよ、素晴らしい、あれレバさん、レバさんうわー、いやレバさん、なんかこのレバさんかな、なんか足速いんだよな、足速いレバさんいいね、で結構ゴリゴリ系だと思う、だってハイライトで足速いレバさん作るってあった、違う、これエアバトルレバさんだから、あ、だから強いってことはヘディング、うわ、待って、オーバーヘッドいったぞ、ジェラード、このジェラードね攻撃ジェラード、まさかそんな使ってねえと思わなかったよ、なんかさ、あ、てかこのレアルムバッペはなんか強い、なんかが高かった気がする、何だっけかな、え、なんだろう、うわ、マジか、向いちゃったか、そっち、まあ、ムバッペはどのムバッペでも大体強いもんね、強い、だってムバッペで総合値100いかないやついないよね、多分全部の、いや、いないんじゃない今のところ、もしかしたらね、めっちゃ昔のやつからね、通常も100、あ、通常行くのか、通常も行かないか、くっそ、いやー、ね、リゼルはあれか、復刻で来たやつか、そうそうだ、来てたね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね、なんかライマーのヘディング今パスみたいになっちゃったやばい、うわー、このチャルハノールはちょっと守備的なやつだっけ、そう、守備的でなんかダブルタッチもなんかついてんだよね、やばい、なんか左からばっか攻めちゃってたな、うわ、トーマスパーティー右サラいいんだよな確かに、いたいたいた、おお、やばい、なんでジェラード打っちゃえばいいんじゃない、やべえな、最近あの辺で取られるのめっちゃ、いいよ、やべ、ここで受けて、うまい、え、うまい、切れる、いやー、おい、そうか、左利きだもんな、空いてんだよな、そこクマラスエリアのとこね、結構空いてんだよ、よしよし、そこだな、どうしても開いちゃうな、お、うまっぺ、おお、決まったか、あそこ開くな、今日のゲーム、いや、いいゲームですよね、お互い選手のレベルも高いので、ナイス、ここから次の1点に向けどんな変化をつけてくるのか、そのあたり見逃さないですね、いいよ、そうですね、エンバペ、うわー、マジか、やべえ、めっちゃ走るな、あっちはそっちやで、あぶねえ、今ムバッペ出したかった、ムバッペの時めっちゃ空いたもん今、だけどなんか狙ってるところたまに合わない時あるよね、うん、いいよ、いけ、
うわー、おぉ、えマジか、横パス出してる。お、いや、この2枚は抜けと、え、取れよマジで。いやー、普通にレアルムバッペも強えな、うん、一応レアルムバッペは取ってやるもんな。そうね、こいつも消える可能性あったんだもんな俺ら確かに。あ、ムバッペいない、今度は危なかった、マジ。おいやってる、ムバッペが消えない代わりに伊藤洋輝が犠牲になったからな。あ、そうじゃん、ガチャ。誰が来かなと思ってねえ、もういないよあいつは。貴重だよね、絶対。ああ、また相手に渡しすぎなんだよ。おお、マジ相手に渡しすぎだろ。ここはもらったな。おい、マジでもったいねえ今の。ナイス、サポーターにとっては最高の展開になりましたよね。何やってんの何やってんの1点返そうよ。お、出てきてくれてる、マジか。いやー、うわー、マジかよ、守備がちょっと危ういな。結構いいぞ。ナイス、入っちゃってる。クソ、これで、ね、サラ、うわ、マジか、なにこれめっちゃあるんだけど。いいよ、が、やべ、ギレルが空いてる、きた、え、ナイスナイスナイス、うわ、よし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 、やべ、レバーさん、レバーさん2ゴールか、久しぶりの登場で2ゴール。いやー、ナイス。いやー、頭でも決めるし足元でも決めてきたな。このレバーさん結構ね良かったんだよ。いや、なかなかやるな。いやー、怖い。ふいはっ、あ、くそ、やべ、怖っ、ロドリ、ムバッペ、ナイス、打てねえ。いやー、マジでかよ。いや、あそこ取られすぎじゃねえ。あそこ位置よね、もうちょっと、あの深い位置よ、マジでゴール前取られすぎだって、怖すぎ。やばい、うわー、危ねえ、いけ、あ、下がっちゃった、ライマー、まあ持ち位置に戻ったって感じか。あ、いいよ、え、きつい、ナイスナイス、クバルトエリア、クバルトエリアね、素晴らしい、綺麗に持たれちまったな。うわ、うまいな。おー、しよしよし。まだ時間はあるけど、でもこんなに早めに追いついてきた。いい選手たち俺らは使ってなかったのかというね。いや、本当に。なんかさ、やっぱ総合値だけで見てもさ、うん、特化もあるもんね。そうそうそう。そこに本当に必要な能力ですか。総合値100いってないけど強いとかね、全然あるもんね。いや、いや、こっちのジェラードも強えんだよな、能力。え、ナイス、リース・ジェームズめちゃくちゃいいとこにいたぞ。いたね、チャルハノール頼む。うわ、上げすぎたか、これ。オッケーオッケー。え、え、あ、ブタンパシー、めっちゃ惜しかった。クソ危ねえんだけど、おい、マジかよ、ジェラード、おい、シャペルいらん、
こそこでシャペンは怖すぎる。あそこかっこつけたな。めちゃくちゃ怖いんだけど今の。危ねえマジで。ゾッとしたわ。今ギレリやったしょ。てか通るんだ。多分若さ出たね。ナイス。オッケー。うんま。よし。いいよ。守備崩壊してきてるよ。終わった。逆に俺右サイドいねえと思ってもう無理やり置いたムバッペを逆足で決めてくれた。オッケーオッケー。チェフ？あ、そうじゃん。だよな。そうじゃん。チェフ？ムバッペ疲れてるしもうここあれ行くか。やべ、クバルズヘリア。行きます。サイドハーフで使う。ビフホースト。あとサラのとこクーニャ入れてみるか。ビルツ入れよ、ビルツ。クバルズヘリアの位置にアルフォンソ・デイビス。ウィングで使ってきた。ビフホーストに合わせる。バレットヘッドにかける。俺はあんまりね、対人してないからな。ああバレットヘッドと。そうだね、俺あんま使ってなかったからな。ここはちょっとバレット見せてもらいたい。ただ問題はそこに至るまでにクロスをやっぱ上げなきゃなんないからな。つなげてかないと。確かに。うわっ、やだやだ。 OK ナイスで、ジェラード当たっちまった。ベフホースト、ベフホースト、ただ走らすぎると疲れそうだな。いいね、いい、いやいや、ここ抜けてくれ。あぶね、ナイス。つなげ、取るか、取んねえか。残り時間は10分を切っています。ベフホースト抜けるな。強っ。こいつがサイドがちょっときついぞ。そうだよね、どうしよう、上げるか。ベフホースト、もらう側だよな。キヤー。ただジェラードのジャンプクソ高かった。さっきもあのバーに当たった惜しいやつジェラードだったしな。このクーニャに抜いてもらうしかないんだよ。お、いいよ。うわ、オッケーオッケー、ここチャンス。マジで怖い、もう怖すぎた。あいつね、いや届っかなこれ。うわデイビスか。手前いっちゃった。これもう一回。うわマジか。おお、あー無理か。やばい。うわ奥だ。え、いいじゃん。クリアクリア。ナイス。いいよデイビス、早いぞ。早くキーパーで。くっそー、恐怖だよ。いるね。うわー、なんでそっちに。クリア。ベフホーストもでかいけどシュロッターベックもでけんだよな。確かにシュロッターベックもでかい。その2人に合わせとけばなんかなんとかなりそうな。くそ、ベフホーストに合わねえ。てかマジであのジェラード普通に競り勝ってくんだけど。うん、なーに、頼む。くそ、あやば、え、怖え。まだ時間ねえぞ。やられそう。こうなったら足元だ、ベフホースト。よし、マジでこれやられそうって思ったらやられるんだよな。普通にいいシュートだな。しかも絶対に足元で打つだろうってところにここで来たら足元でってたたまさ、確かに。あそこヘディングじゃ無理だな。まあ無理。うわー。
一点差かよ。恐怖でしかねえわ、やっぱり。恐ろしかったけど、合わなかったな。眠ってたな。いい選手たちだったとは思う。でも本当は幅広く使ってきたよね。なんかね、やっぱね、ボックスの中にまだ埋もれてるやつ。いや、本当ここに出てこれなかったやつもめちゃくちゃいるわけよ。使ってねえんだよな。一部のやつ。ぜひ使ってあげましょう。ああ。ああで、最後、チェフの4失点に関しては、なんかコメントを。いや、あいつはふざけんなら、ね、だって。なんでチェフエフェクトってないの？